VX っていうのは自然状態では液体なんで、嫌な言い方ですけど使いやすいんですよね。それでオウム真理教事件の時に使われたというのは皆さんご承知だと思うんですけど、まあ、注射器というのかスポイトというのか、それで被害者の後頭部に垂らして、まあ、これは僕の民間人時代に聞いた範囲のインテリジェンスで言えば、オウム真理教自体がその毒性の強さにある意味ビビってしまって、それで VX よりもサリンにこう集中するようになったという見方が捜査当局の中にありました。今もありますけどね。それでそういうことがあって、実はオウム事件も日本で思われるよりも、日本国民が思っているよりも、オウム事件の世界のテロ対策に対する影響が非常に大きかったんですよ。あるいは武器体系に対する影響も大きくて、この VX が基本的に原材料から含めて相当現実に取り締まられてるんですよ。何を言ってるかというと、ネットとかネットを使ったら、あるいは犯罪者集団でこの VX ガスを作るのは極めて困難です。というか、僕の一応専門家の端くれと、この分野でも専門家の端くれとして言うと、もう無理ですね、犯罪集団を作るのは。何言ってるか分かります？国しかないわけです。国しかなくて、そして、この北朝鮮がこのバレバレで VX を使った、VX の特徴がもう全部に表れてますよね。要するに皮膚から吸収するまで、だからキム・ジョンウンみたいなの歩けるんですよ。一旦吸収するとあっという間ですよ。もう手の施しようないです。絶対無理です、その死に至る過程を止めるのはですね。まあ、他にもそういうのはあるけど、彼も VX らしいやつをもうカメラに映るのも全部承知の上でやるっていうのは、これは一つのアメリカへの警告だと思います。というのは、アメリカよ、もしも攻めてくるならば、お前の国にも日本にも、ね、あるいは西欧諸国にも我々の工作員がいるぞと。そして北朝鮮から遠く離れたクアラルンプールで使えるんだと、ね、場合によっては現地製造もできるぞと。北朝鮮だけがその原材料を今も確保してて、ということは、我々の国に手を出すんだったら、アメリカや日本やイギリスやフランスで、ね、お前の友達の国で普通の市民が VX で倒れるぞと。これ、金正男暗殺事件の隠れた非常に大きな特徴だと思います、僕は。それでこれは現実ですよ、ね、そうするとですね、僕ら考えなきゃいけないこといっぱいあって、まず日本でテロ対策っていうと、やっぱりその爆弾テロとかそういう発想になりがちなんですけど、北朝鮮が持ってるもう一個非常に大きなものとして、生物兵器、中でも天然痘ウイルスで、天然痘っていう病気はですね、例えば僕だとここにね、こう死闘の跡があるんです。あれだいぶ消えちゃったな。あ、ここありますよね。一平ちゃんもあるんですか？僕はいや、ないです。もうないんでね。だから一平ちゃんの世代ではもう死闘自体がないんですよ。なぜかというと、1980年にこの天然痘は世界で撲滅されたという WHO の報告があったんですよ。で、これが悪魔的な話ですけど、真逆になって、ということはそれ以降ワクチンを保有しなくなったり、とりあえず見たことあるお医者さんいなくなるじゃないですか。ということは兵器にすると一番値打ち上がるわけですよね。お医者さん対処できないし、何よりも大事なのは、お医者さんがこの天然痘患者を見たお医者さんがいなくなる。1980年に撲滅したからもう36年前ですよね。現実に日本は基本的にいらっしゃらないです。これ専門家の端くれとして前2人いましたけど、2人とも今いらっしゃらないです。だから、例えば赤い斑点が差し出てるんですよ。もうこうやってね、もう本当にこれ黒ですけど、こう赤い綺麗な斑点が出るんですよ。で、出っ張りもないんですよ。痛くも痒くもないんですよ。だからこれ、例えば外国から帰ってきてこういう斑点が出てて、お医者さんに言っても、これ何か食べ物当たったんでしょうって言って薬くれるけど、その薬ってビタミン剤だったでしょう。で、これはですね、この中からこうやってぐちゃぐちゃに腐り出して、ダーッと全身広まって、その時になるともう、記録を見るともう痛くて痒くていられない状態になるんですけど、その時にはもうザーッと天然痘が広まってるわけです。で、一つ言っておくと、ここからしばらく行った時に厚生労働省あるでしょ。厚生労働省は実はワクチンを保有してます。で、全人口分ありませんけど、このワクチンを薄めてもかなり効果あるんで、相当できるんですけど、ということは最初に患者がここで報告されると、ね、これちょっとこの辺忘れてもらって、これ東京だとして報告されて、すぐ天然痘って分かったら、この周りにワクチン投与する。健康の人に、そうここで止まりますね。するとテロ自体ここで止まるわけです。ところがこれが遅れるとですね、後々になるとどこまで行くか、これ飛沫感染といって唾に乗っかるんで、僕はもし感染してると、一平ちゃんを、いや、もう全員もそうです。で、しかも潜伏期間があって兵器化されてるから、潜伏期間も計算されてるから、カメラマンの方がこれから友達と昼飯食ったりね、それから家族と家で会ったりするでしょ。で、家族は子供の学校行くでしょ。だから奥さんが例えば仕事行くでしょ。で、ドーッ
って広まるわけです。あっという間に内閣総理大臣もそれから皇室にも広まったって言ってもおかしくないです、うん、VX だけじゃなくて北朝鮮はそれを保有していると、その状況下で北が大混乱になった時に、今拉致被害者があの飢えた国で栄養状態もおそらく万全じゃない状態でいらして、ね、しかも最後に北がどういう措置を取るか分からない、チリチリバラバラにするかもしれない、その時に今の体制だとまるでアメリカ軍にその救出をお願いするような体制になってるわけですよ。だからこの来週またお話しますけど、この拉致問題対策本部の会議で僕が申し上げたのは、そもそも自衛隊がその奪還に向かうこと自体が実は今の憲法であっても国際法が認めた戦争じゃない、海外の武力行使に当たらない、自国民の救出正当な救出行為だけれども、その話を今もう一度するよりもまずはこの大混乱になった時に、早ければこの春かもしれないから、その時に必要なのは自衛隊だけじゃなくて、自衛隊とあと何分ですか、あ5分あるね、自衛隊と警察官と、そして厚生労働省の派遣によるプロの看護師たちの存在が必要でしょうと。これあの また来週話せるかもしれないけれど、ちょっとトーンが弱くなったけど、もうだいぶ言っちゃってるけど、この会議でまた嫌われるのを正直申し上げたのは、あのやっぱり首脳陣の中に嫌な顔された方は何人もいらっしゃいましたよ。何を言ったかというと、ね、これ見てくださいよ、ここね、ここにこう家族会、執行会、調査会の方もあのちゃんと来ていただいてて、そして外務省、内閣官房、国家安全保障局ね、それから内閣府警察庁、金融庁、ね、総務省、法務省、公安調査庁、財務省、文部科学省、スポーツ庁、経済産業省、国土交通省、防衛省とあるでしょ、一個抜けてるじゃないですか、肝心要が。これあの肝心要の厚生労働省が入ってないんですよ。これどういうことですか、このこれ見てください、これあの2月21日ですよ、開いたのね、はい、ということは3月、4月、5月にかけて急変があるかもしれないということを想定してるんですよね。いやそれ知ってるんですよ、実際ちゃんとなさってるんですよ、首脳陣も、はい、でもそこに厚労省を呼ばないっていうのは今までの続きとお考えになってるけど、今まで慣れた事態じゃなくて新しい事態、僕自身への自制を込めて言ってるんですよ、今まで見た光景と思っちゃダメな、今は見たことのない光景が実は進展しつつあって、そうすると取り返しに行くだけじゃなくて助けに行くときに、アメリカ軍の軍医に任せるんですか、これ、ね、そうじゃなくて必ずその日本のチームでやらなきゃいけないんで、それやらなかったら国としておしまいですよ、これは拉致被害者にとっても本当重大な話であって、そこで厚生労働省を呼んでない、俺は厚生労働省も手を挙げてこうやって誇りを持つ厚生官僚として私たちもここに入れてください、そして救出の時どうするかを話し合いたいと言うべきだし、何より必要なのは今訓練を始めるべきです。目に見えるように自衛隊と警察とそれから厚生労働省を含むその看護師の方、本当は消防官とかそういう方々も、ね、海上保安官ももちろん、そういうのを全部の統合チームを今すぐ官邸の指導力で編成をして、その目に見える訓練をして、そうしたら 100% 間違いなく BBC も CNN も必ず報道する。日本の拉致事件なんかめったに報道してくれないけど、この絵があって、しかもこのタイミング、あれほどトランプさんに嫌われてる CNN でも実は情報機関に食い込んで情報を取ってるから意味が分かりますから、そうすると北朝鮮の姿勢自体が仮に 3、4、5月結局何も起きなくても、日本はいざとなったらそうやって自衛隊を核にした部隊を送り込むと分かったら、外務省が苦労している話し合いも今までと違う進展があるんですよ。こんなことはあの僕ごとき1年生が言わなくても、ごく自然に意見が一致する話だと僕は思うんですけどね、はい。厚生労働省あるでしょ、厚生労働省は実はワクチンを保有してます。で全人口分ありませんけど、このワクチンを薄めてもかなり効果あるんで相当できるんですけど、ということはあの最初に患者がここで報告されると、ね、これちょっとこの辺忘れてもらって、これ東京だとして報告されてすぐ天然痘で分かったら、この周りにワクチン投与する、健康の人に、そうここで止まりますね。それとテロ自体ここで止まるわけです。ところがこれが遅れるとですね、後々になるとどこまで行くか、これ飛沫感染といって唾に乗っかるんで、あの僕はもし感染してると、あの一平ちゃんを、いやもう全員もそうです、でしかも潜伏期間があって平気化されてるから、潜伏期間もあの計算されてるから、カメラマンの方がこれからあの友達と昼飯食ったりね、それから家族と家で会ったりするでしょ、で家族が子供の学校行くでしょ、だから奥さんが例えば仕事行くでしょ、でドワーッて広まるわけです。あっという間に内閣総理大臣もそれから皇室にも広まったって言ってもおかしくないです。 VX だけじゃなくて北朝鮮はそれを保有していると。その状況下で北が大混乱になった時に、今拉致被害者があの飢えた国で栄養状態もおそらく万全じゃない状態でいらして、ね、
しかも最後に北がどういう措置を取るか分からない、チリチリバラバラにするかもしれない、その時に今の体制だとまるでアメリカ軍にその救出をお願いするような体制になってるわけですよ。だからこの来週またお話しますけど、この拉致問題対策本部の会議で僕は申し上げたのは、そもそも自衛隊がその奪還に向かうこと自体が実は今の憲法であっても国際法が認めた戦争じゃない、海外の武力行使に当たらない、はい、自国民の救出、正当な救出行為だけれども、その話を今もう一度するよりもまずはこの大混乱になった時に、早ければこの春かもしれないから、はい、その時に必要なのは自衛隊だけじゃなくて、自衛隊とあと何分ですか、あ5分あるね、自衛隊と警察官と、そして厚生労働省の派遣によるプロの看護師たちの存在が必要でしょうと。これまた来週話せるかもしれないけれど、ちょっとトーンが弱くなったけど、もうだいぶ言っちゃってるけど、この会議でまた嫌われるのを正直申し上げたのは、やっぱり首脳陣の中に嫌な顔された方は何人もいらっしゃいましたよ。何を言ったかというと、ね、これ見てくださいよ、ここね、ここにこう家族会、救う会、調査会の方もちゃんと来ていただいてて、そして外務省、内閣官房、国家安全保障局ね、それから内閣府警察庁、金融庁ね、総務省、法務省、公安調査庁、財務省、文部科学省、スポーツ庁、経済産業省、国土交通省、防衛省とあるでしょ、一個抜けてるじゃないですか、肝心要が。これ肝心要の厚生労働省が入ってないんですよ。これどういうことですか、これ見てください、これ2月21日ですよ、開いたのね、はい、ということは3月、4月、5月にかけて急変があるかもしれないということを想定してるんですよね。いや、それ知ってるんですよ、実際ちゃんとなさってるんですよ、首脳陣も、はい、でもそこに厚労省を呼ばないっていうのは今までの続きとお考えになってるけど、今まで慣れた事態じゃなくて新しい事態、僕自身への自制を込めて言ってるんですよ。今まで見た光景と思っちゃダメな、今は見たこと、何言ってるか分かります、国しかないわけです、はい、国しかなくて、そして、この北朝鮮がこのバレバレで VX を使った、VX の特徴がもう全部に表れてますよね。要するに皮膚から吸収するまで、だからキム・ジョンウンみたいなの歩けるんですよ、一旦吸収するとあっという間ですよ、はい、もう手の施しはないです、絶対無理です、その死に至る過程を止めるのはですね、まあ、他にもそういうのはあるけど、彼は VX らしいやつをもうカメラに映るのも全部承知の上でやるっていうのは、これは一つのアメリカへの警告だと思います。というのはアメリカよ、もしも攻めてくるならば、お前の国にも日本にも、ね、あるいは西欧諸国にも我々の工作員がいるぞと、そして北朝鮮から遠く離れたクアラルンプールで使えるんだと、ね、場合によっては現地製造もできるぞと、北朝鮮だけがその原材料を今も確保してて、はい、ということは我々の国に手を出すんだったら、アメリカや日本やイギリスやフランスで、ね、はい、お前の友達の国で普通の市民が VX で倒れるぞと。これ金正男暗殺事件 の隠れた非常に大きな特徴だと思います。それでこれは現実ですよ、ね、そうするとですね、僕ら考えなきゃいけないこといっぱいあって、はい、まず日本でテロ対策っていうと、やっぱりその爆弾テロとかそういう発想になりがちなんですけど、北朝鮮が持ってるもう一個非常に大きなものとして、生物兵器、はい、中でも天然痘ウイルス、で天然痘っていう病気はですね、例えば僕だとここにね、こう死闘の跡があるんですが、だいぶ消えちゃったな、あ、ここありますよね、はい、一平ちゃんもあるんですか。僕はないです、もうないんでね、はい、だから一平ちゃんの世代ではもう死闘自体がないんですよ。なぜかというと1980年にこの天然痘は世界で撲滅されたという WHO の報告があったんですよ、はい、でこれが悪魔的な話ですけど真逆になって、ということはそれ以降ワクチンを保有しなくなったり、はい、とりあえず見たことあるお医者さんいなくなるじゃないですか、ということは兵器にすると一番値打ち上がるわけですよね。お医者さん対処できないし、何よりも大事なのはお医者さんがこの天然痘患者を見たお医者さんがいなくなる。1980年に撲滅したからもう36年前ですよね、はい、現実に日本は基本的に いらっしゃらないです。これ専門家の端くれという人、前2人いましたけど、2人とも今いらっしゃらないです。だから例えば赤い斑点が差し出てるんですよ、もうこうやってね、もう本当にこれ黒ですけど、こう赤い綺麗な斑点が出るんですよ、で出っ張りもないんですよ、痛くも痒くもないんですよ。だからこれ例えば外国から帰ってきてこういう斑点が出ててお医者さんに言っても、これ何か食べ物当たったんでしょうって言って薬くれるけど、その薬ってビタミン剤だったそうです。でこれはですね、この中からこうやってぐちゃぐちゃに腐り出してダーッと全身広まって、その時になるともう記録を見るともう痛くて痒くていられない状態になるんですけど、その時にはもうザーッと天然痘が広まってるわけです。で一つ言っておくと、ここからしばらく行った時に厚生労働省あるでしょ、厚生労働省は実はワクチン